NEC キャピタルソリューションリサパートナーズ株式会社リサパートナーズは日本の投資銀行ビジネスを行う企業銀行ではない社名のリサは誠実に均衡の取れた創造性豊かな投融資とアドバイザリー機能を提供しますという意味の英語リアルインテグレーテッドソリューションアドバイザリーの略ケネディクス・クリード・ダヴィンチ・アドバイザーズなどと同様 国内におけるプロフェッショナルベンチャー系不動産金融、いわゆる不動産系投資ファンド会社としての側面も持つ。企業投融資、再建投資、不動産投融資、各種証券化事業、各種再生事業、ファンド蘇生、運営、M&A アドバイザリー業務等を行う。もともとは不良再建流デリジェンス事業から出発した会社である。また、過去には、 ジョージ・ソロス系の不動産投資会社であるソロスリアルエステート・インベスターズと提携し国内不動産の共同投資を手がけていた現在では国内各地の180を超える地方銀行等と強固なネットワーク基盤を持っており企業価値向上ファンドや多数の地域経済再生ファンドを蘇生している点が特徴中小企業整備基盤機構が出資する 地域官民一体型ファンドは、これまでに17件蘇生し、運営している。昨今では、日本政策投資銀行と、地域経済の活性化に関する業務協力協定を締結し、地域経済活性化支援機構とともに、観光活性化マザーファンドを蘇生している。設立から6年弱で、東証マザーズへ上場、その後2年経たないうちに、 当初一部指定外と極めて早い店舗で成長。2009年2月に NEC キャピタルソリューションとの資本業務提携を実施。2010年10月には NEC キャピタルによる株式公開買い付けが実施され、完全子会社化上場廃止されることとなった。なお、NEC キャピタルの決算資料上、2012年12月期において、 営業損益が黒字化されている。ありがとうございます。